はい、今日の9時からエスタコイサレディオが、はい、放送されましたね。聞いていただけましたか？もうね、ずっと楽しみにしてて、私も聞いてました みんなと一緒に聞いてたんですけど、はい、今回もまたリーダーをやらせていただいて、そう、めちゃくちゃ、そう、なんか エッサこいさ、なんて言えば、エッサの時いつもリーダーやらせていただけるんですよ。嬉しい、ありがたいです。はい、で、門さんの卒業スペシャルということで、後輩が出演させていただいて、2期生で3人、ゆめゆなと私が、はい、出演させていただきました。そうなんですよ、門さんとは本当にいつも公演でね、こうユニット公演今出させていただいてるんですけど、本当に門さんとご一緒することが多くて、そうそう、あ、桜ありがとう。で、その時にご一緒している時にと時とか、めちゃめちゃそう話すというか、なんか私が喋ったことにいつも笑ってくださる、本当に笑ってくださるんですよ。そう、だからね、嬉しいです。門さんは本当、逆上がりの時から、逆上がり公演の時からすごくお世話になっていて、そうそうそう、逆上がり公演、私がアンダーデビュー、公演デビューした、劇場デビューかした公演が逆上がり公演だったんですけど、その時からすごく優しくよくしてくださって、で、夢しな公演、夢を死なせるわけにいかない公演では、私、門さんのアンダーを務めさせていただいてきまして、はい、必ず、そう、昼公演に、私は絶対昼公演だったんですけど、昼公演出て帰ってっていうね、生活でした あの時は。そうで、夢しなの時もすごくよくしてくださいました。本当、いろいろ振りとかも教えてくださって、そうそうそう、門さんって本当に振り覚えとかがもうすっごい早くって、で、しかも振り、なんか今までやった振りならもう全部ほとんど覚えてるんじゃないかってくらいすごい正確だし、振りも、そう、だから私もこう門さんのアンダーをやらせていただいた時も思ったんですけど、そう、すごく振りが分かりやすいから私もとっても覚えやすかったんですよ。そう、だから夢しなね、楽しかったです、本当に。そう、なんかこういう話してるとまた16人公演がやりたくなりますね。そう、いやー、おしゃべり会、そうだ、おしゃべり会、昨日おしゃべり会だったんですけど、ありがとうございました。もうとんでもなく楽しかったです。やばいね、おしゃべり会本当に楽しくて、最初の方、一部の本当に最初の最初で、なんか電波が、お部屋の電波が悪くなっちゃって、そうで、みんなメンバー全員一回止めて、そうそうそう、で、この Wi-Fi が直ったらまた全員で一斉にやってたんですけど、ちょっとね、ファンの方を結構お待たせしてしまって、一部で、そう、すごくね、お待たせしてしまったのが申し訳ない、すみませんでした。そう、本当に一部の最初だけがダメで、そうそう、なんかね、電波が悪くなっちゃって、そうで、そこで、あの時にできなく止まって、そう、止めてる時に、そう、スタッフさんがいろいろこうあたふたと Wi-Fi 直してくださって、急遽できました。本当にお待たせしてしまいました、皆さん。そうそう、
いや楽しかったおしゃべり会、うん、本当にね足りないですね。皆さんそうなんですけども、そう初めましての方も来てくださったりして、うん、すごいね本当に楽しかった。いつもだけど、そうもうさあと今月があともう1回で26日で終わりで、あともう4月があと3日、3日程しかなくてやばいんですよ。もう終わっちゃうの超寂しい。そうなんですけど、今回ポンコツはのポンコツのおしゃべり会は7枚目のねおしゃべり会は本当にたくさんの方に来ていただけて、もうこんなにシャーベットピンクからか、シャーベットピンクからおしゃべり会始まったんですけど、こんなにぐん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 とこう枚数が増えていくのがもう目に見えてわかるので、すごく嬉しかったです。それが、うん、一部スローモーション、そうだよね、あのちょうど電波がね、あの電波がねみんなダメだった時だった。申し訳ない本当に、こちらのせい、こちらのねあのあれなんです、ミスというか、なんか Wi-Fi が電波が悪くなっちゃって、うん、そうごめんなさいね。7分全部で78分あったみたい、すごいわ本当に、うん、そう78部、こう7部ある中でもこうたくさん完売が出せたのがすごく嬉しかったです、うん、でももう本当に4月の11日で終わりなので、はい、おしゃべり会ちょっとそれまで、ね、皆さんあの今ちょうど受付してるんですよ。明日まで受付なのでもう4月のがそう終わっちゃったらもうないので、その先はおしゃべり会が、うん、なのであのぜひお話ししましょうね、よろしくお願いします。話せるうちに話すしか、そうだねね、そうなの、やっぱ3月はね劇場公演とかも少なくなっちゃって、そうそう寂しかったです、うん、え卒業の匂わせ、それはないので大丈夫です、うん、卒業はねないよ。あの今回の7枚目のおしゃべり会がこれで終わりってことね。うん、桜春のギフトありがとう。4月は公演たくさんあるといい。いやわかる、そうなんだよね。2月が多くて、そう3月がねどうしても少なかったからさ、4月はいっぱいできたらいいなって思ってます、うん、もうちょっと増やしますありがとう、嬉しい。そうだ、なんか高校卒業のツイートがいっぱい流れてくる。高校卒業して、今年高校卒業してアイドルのみんな可愛すぎんって思ってる。おしゃべり会どんなことの話題が多い、え、あーそれさどうなんだろう、なんかみんなそれぞれかな本当。そうでも公演の話とか最近あった話とかめっちゃなんかプライベートの話もするし、あとうーん公演土地音がお仕事の話もあればプライベートの話とか、そうあとお洋服の話とかそうするかな、いろんな、なんかいろんなのする、本当にいろんな話、うん、そういろんな話するよ本当、全然違うそうだからそれがなんだろうな、そのみんなそれ皆さん来てくれる方それぞれにこう
でお話しすることは違うじゃん。そうだからこそ私はなんか企画っていうのを設定しないようにしてて、そうそう、なんかまあ企画あってもいいと思うんだけど、面白いと思うんだけど、私はそれぞれその この人とはこれを話したいっていうのがあるから、そうそうそう、これっていうのがあるし、あとなんかあんまりこれっていうのを決めてないっていう方とかもいらっしゃるから、そうそうそう、だからちょっと企画はあえてのなしにしてます。私はコスプレとかはやるんだけどね。ななみめっちゃ嬉しそうに迎えて、ありがとう。いや嬉しいからね。そういつも来てくださる方も、こう久しぶりに来てくださる方とかも、あと初めましての方とかもね、すごい嬉しいのでいつも、うん、そうそう、もうフリートークで言ってますいつも。うん、そう、でもやっぱりなんか話すこととかをこうなんか決めてくださって、事前にこう話すこととか考えてから来てくださる方は本当になんかねすごくありがたいですね。普通にありがたいし、なんかそう話もそこから広げられるから、そう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 、ありがたい、うん、そう全然ね、でも全然何も考えてこなくても大丈夫です。そうそう、なんか逆にこういつも来てくださってる方がこうとなんかフリートークとかだと、そう逆にあ、何話そうってなっちゃう。そうそうそう、うん、そうなんだ、なんか何気ない会話でこう話がどんどん広がっていくタイプだから、そうそうそう、あれなんだよね、なんかこう漠然とこうなんか聞きたいことあるっていうのが難しい私は。そう、全然いいんだけどね。そうそうそう。おしゃべり会追加した。ありがとうございます。嬉しい。お待ちしてます。勝手に喋っててすまん。え、そっちの方が全然嬉しいよ。私も勝手に喋ってる時あるからさ。ハートありがとう、たくさん話題考え、あそうだね、名前に書いてくださる方もいる、ね、確かにこう簡潔にまとめてくださってるから皆さん分かりやすい、そう自然にね。いつもノープランでごめん、いいんだよノープランがいいの、もう何でもいいの、もう近藤さんも言ってたでしょ、何でもいいって。楽しければね何でもいいからさ、私はそうやっていつも楽しんでるから大丈夫、うん、そう逆になんか話したいことをまとめてても結局話せなかったっていうこともあるから、そうそう、本当におしゃべり会はねいつも何でもいいんです、うん。そう何でもいけますから私。うん、そうなんです。ということでテロップが来ましたね。そう明日お仕事なんです。あてかもう今週はそうずっとねお仕事なの、今日までお休みだったのかな皆さん、明日から
皆さんお仕事始まる方もいらっしゃると思うんですけど、私も明日からもう毎日お仕事結構ね大事なお仕事とかもいくつかあったりするので頑張りますね。またそういいお知らせができると思いますはい、ということで、そうなんです、明日はちょっとね早起きします。頑張ろう一緒に、ということで、また指ポキって鳴らしちゃったありがとう、おやすみなさい、またね、ありがとう見てくれて。